こんにちは、こんにちは、こんにちは。あ、ちょっと言えなかった。大丈夫大丈夫。今回まあゆったりな感じで、うん、何でもいいからトピックなしで喋ろうかっていう、うん、トピックありにしよう。ない方がいいって。割り勘問題の話じゃん。割り勘問題について実際賛成してんの？割り勘え賛成した方がいいと思うな。自分が払った方がいいと思う。どっちがいい？自分で払った方がいい。男が払った方がいいと思う。払った方がいいと思うっていうか、だから水温は認めへんけど、日本では男が出すやんな、デートしたら。が多いかな。絶対多いやんな、うん、絶対嘘やろ。嘘じゃない。絶対嘘やろ。俺なんか日本になんか最初行った時に本当に印象に、なんか印象に、なんか印象に残ったのがあれやもん。普通に割り勘してるところにいて、わかんないよ、なんか俺覚醒やったし、その時にまあ彼女おった時にもなんか、まあ俺が出そうとしたら、あそこは分けて払おうっていうのが言われて、まあやっぱりちょっと文化違うなぁみたいな感じで。で実際そのまなみちゃんが覚醒の時にも、覚醒だった時にも、うん、まあ彼氏おった時に出してもらってるって感じだった。出してもらってたと思う。ほんまかいな。うん、康二お前もそんな感じ。学生の時にも、まあ、彼氏彼女って時に全部自分が払ってた感じ。なんか、うん、その時はもうちょっと多分ご飯は出すけど、うん、次のじゃあカラオケ代出すよとかカフェ代出すよとか。ああなるほどね。そちょっとまああのお金安い方を出してもらってとか、うん、なんかそうじゃないと逆に、うん、俺言われたことあるのが、なんかずっと出してもらってると、うん、こっちから遊ぼうって誘いにくいみたいな。また出してくれるやん多分っていう男がさ。じゃあ女の子から遊びたい時に誘いにくいみたいな。でもやっぱ基本的にはご飯とか夜ご飯とかはやっぱ男が出すと思うけどな。いやそれは、うん、彼女だけやろ。もし女の友達と会いましたになった時にも、うん、普通に男が全部払うとか。俺はそうだな。友達も？友達も。あ、いやその友達にもよると思うやん多分。けどさ、例えば年下の後輩とかと男でもやで。女の子も年下やとすれば、男でも年下やったら俺出すで。じゃあこれから俺出してもらうもんな。年下やから、ヒョンやから。ヒョンやからもこれからずっと。兄貴やん。そうだ。違う違う。そこは全く一緒やん。俺最初ちょっとなんか日本違うと思ってた。いや分からん、日本多分一緒やんな。で後輩にも、まあ、自分から出すっていう感じ。そういう文化持ってるの、うん、日本も。そうやで。俺だってずっとそうやって先輩が出してくれてたから、うんうんうん、だから俺別にそういう風に。へ、うん、なるほどね。そこ日本はちょっと違う。でも学生の時やったからと、やっぱ学生と大人はちょっと違うと思うで、うん、働いてるかどうかで。でもカナディアンはそれがセパレートってことやんな。そう、あのね、うん、言ってた。え、そうなの？聞いたら、うん、基本セパレートビル。そうって言ってた。そうなんや、うん。でもやっぱりこっちはさ、そのお会計を半分にしますかとか、その一人ずつ分けますかとか、そういう細かく分けてくれるやん、うん、例えば合計の料金をそのまま半分にしますかもできるし、うんできるね、それぞれ頼んだのをドリンクとかまで分けてさ、うん、ちゃんと出してくれるやん。でも日本の場合はカードでもないし現金でなんか分けたりするからさ、分けにくいっていうのもあるんかもしれんな、うん、あとやっぱ私が思ったのは文化的にやっぱり自立してる、お互いに自立してる文化っていうか、女性も自立してるから。あ、そうな、逆にリスペクトがあるかな。そう、自分で払う、そうちゃんとそういう叶えるお金を持ってるっていう意味なのかなとも思ったり。これ多分関係ない話かもしれないけど、うん、俺なんかイギリスだった時に戦闘で関係ない。いやいや、これちょっと似てるかもね。なんか俺さ、あのイギリスだった時に、まあ、イギリスの、まあ、一応、まあ、イギリスの女の子がおったやんか。でその妹が遊びに来て、でうちなんかトイレ2個あってん。で 1階のやつはめっちゃ汚くて、2階のやつはさ、まあ、かなり綺麗でみたいな感じだったけど、うん、その妹がね、トイレ使おうわみたいな感じで言った時に、俺が、あ、じゃあ2階のやつが、まあ、いいよみたいな感じで言ってて、でその子がなんでって言ってて、いややっぱり女の子だからさ、やっぱり汚いからそれ嫌じゃないみたいな感じで言ってたら、それでかなりさ、めっちゃ、まあ、嫌なその表情してて、そう、女やから何みたいな、そういう、そうそう、それは意外。そうそう、
でそこでその俺のさイギリスの女の子がめっちゃ俺のことサポートしてくれて、やっぱりアジアの文化はそうやってなんかちょっと女の子やからそういう、うん、まあ配慮、まあ配慮的な感覚で言ってるだけだよみたいな、てかその対等とかそういうの問題じゃなくて、それどこで言ってたの？イギリス、そう、女の子だからやっぱり汚いの無理じゃないっていう、そういうなんか偏見とか、そういうのがやっぱり、お、そう、そういう発言がダメらしくて、そっか、私だったら、うん、あ、ありがとう、そう、ここでもそれ男の友達でもさ、例えば、うん、こっちの方が綺麗でって言うやろ、別に女性やからっていうよりはさ、だから多分俺の言い方が多分悪かったと思う、なんか女の子やからやっぱり汚いの無理やろみたいな、そういう多分言い方をしたから、そういうとこあるいや配慮の境地やただ単の差別ちゃうから、差別じゃない、そうそう、普通に、まあ、まあ、捉え方とかでまたちょっと変わる感じだったやろな、うん、英語やもんな、しかも、うん、そうそうそう、でしかも相当汚いからさそのトイレって、あそう、でその女の子はその1階の方行ったの、うん、要するに2階の方行ったけど、まあ、結局はね俺が見せて、まあ、こんぐらい汚いからって見せたら、ああ分かったみたいな感じでさ、普通にさ2回行ったけど、そう伝わったけど、最初はめっちゃ嫌な顔されたから、そこでちょっとびっくりして、うん、やっぱりレイディーファーストやけど、そこをなんかちょっと差別したらあかんなっていう、そうそう、こういうのもちょっと気になったけどさ、まなみちゃんって普通に日本で働いたわけや、大学卒業して、うん、でその日本でそういう働きながら生活を送って、で今こっち来て、まあ、ここで生活してるわけ、うんうん、やっぱり比べたらさ、なんか大きな違いとか、なんか、まあ、長所とか短所とかあるんかなと思って、全然でも違うよね、うん、感覚が。で一番大きな違いってどこなの？やっぱり大きな違い、やっぱ日本人は真面目に働きすぎる、うん、あ真面目すぎるってこと、真面目すぎる、とにかく真面目すぎる、うん、でもこっちの人はちょっとゆったりしてる、サボるのが当たり前、あなるほどね、なるほどね、でサボるのが当たり前ってどういう感じなの？当たり前ってそれは発言ちょっと気をつけない、まあ、俺好きやけどね、そういう面サボる当たり前のところめっちゃ好きやけど、実際例えばどういうところ、例えばね、例えばあのファーストフード店とかで、うん、まあね、ちょっと軽く働きたいなみたいな人とかは、うん、例えば自分のシフトが終わる頃に、うん、最後に仕事終わらせない、あーなるほどね、次の人がでも日本人だったら絶対に自分の仕事とかちゃんと終わらせて、いい例え、全部終わらせてから次の人に引き継ぐ、それが当たり前、いやそれはめっちゃ納得するわ、なんだけど、うんうん、なんかあの聞いた話だけど、僕が言ってたのは、うんうん、こっちの人は絶対にそんなことしない、うん、あの夫はしなさそう、確かに夫によるけど、うん、別にその片付けとか、うん、ちょっとね、なんか残ってても、うん、次の日は来るから別にいいんちゃうみたいな、うん、もうシフト終わったら終わり、そうやな、それあるよな、うん、時間もうほんま日本やったら終わり時間が来ても、うん、仕事余ってたらちょっとは伸びるやん、うん、こっちの人はなもう時間ペタって感じやもんなだって私今あのスーパーで働いてるじゃん、あのシフトとか入るとき、うん、例えば8時から仕事だったら、うん、8時より前に、うん、あの入っちゃいけないの、うん、ああ逆にな、うん、逆に、でも日本だったら10分前とか、うん、8時だったら8時以降じゃないとダメだし、8時5分までの間だったらっていうことやな、大丈夫、俺もそのそういうカナビアンのなんてブレックファーストみたいなレストランで働いてるとき、うんうん、10分ぐらいまでとかやったら、そうそう、もうなんか遅刻とかの枠にない、遅刻じゃなくて大丈夫っていう枠で、めっちゃいいやん、しかもオーバータイム、うん、あの残業したら逆に怒られる、うん、あー確かにあるもんな、時間内に働いて、うん、終わらなかったらいいよみたいな、そう終わらなかったら別に帰ってもいいみたいな、そう終わらせに食っても、時間通りに終わってみたいな感じかな、それは結構違うかな、うん、めっちゃいいよそれ、うん、まあいいことやんな絶対、うんうん、ちょっとね気持ち的にね、うん、リラックスできるって感じもんな、そうね、うん、じゃあもうオーバータイムやからそうだよ、オーバータイムしたらあかんからここカナダやし、そうだね、ここら辺で拾おうか、あれしようか、あれだねということで、カムサミだーいかにちゃう
うん、でもラフな感じで、まあ、よかったと思うで。よかったね。よかったな。さすが工事だ。チャンネル登録、いいね、コメントお願いします。クドチョワヨ、ふたけよ。